セータス変化の相殺。各種ステータス異常は相反する効能のアビリティをぶつけると効果が相殺され打ち消されます。 A 原力デブレイブレイブで相殺できます。 B 幻魔デフェイフェイスで相殺できます。 C 弱種デプロテプロテスで相殺できます。 D 弱心デシェルシェルで相殺できます。 E 遅延スローヘイストで相殺できます。 F ジュソカーズガッツで相殺できます。 G 猛毒バイオリジェネで相殺できます。 H 劣化ウィーク相殺できません。なおアイコンの枠が六角形のものは特殊なステータス異常で相殺できません。これは次にお話しします。ノックアウトした時のステータス変化。敵をノックアウトした時に各種ステータス異常が発生し敵の能力が低下することがあります。ノックアウトした時はさらに弱点をついて一気に攻め込みましょう。 A ビプロテ、これは物理耐性が低下するんですが、デプロテは物理耐性 33% 低下となっておりました。このデプロテはウィプロテは物理耐性 50% 低下となっております。 B ウィシェル魔法耐性低下、これも、デシェルは魔法耐性 33% 低下でしたが、こちらは魔法耐性 50% 低下となっております。 C ウィファイ、非耐性が 75% 低下します。 D ビブリザ高位耐性が 75% 低下します。 E ウィサンダ雷耐性が 75% 低下します。 F ウィエアロ火事耐性が 75% 低下します。G デブレイク、こちらは、ノックアウト値の溜まる量が 1.5 倍になります。 H インフェク、状態異常耐性低下、こちらはですね、無効なものでない限り状態変化が必ず発生するようになっております。例えばデプロで何回もかけないとかからない敵がいた場合、そいつにもしインフェクがかかるとデプロテ1回使うだけでデプロテ状態になるということになります。 I クロックダウン、敵の動きが遅くなります。こちらは、ATB 速度が下がるわけではないです。スローとはまた違います。モーションが遅くなるということですね。例えば走る速度とか素早く連続攻撃してくる敵なんかはこのクロックダウンが発生するとその連続攻撃のモーションも遅くなるということですね。J コンフュ、敵味方の区別なく行動をします。こちら混乱状態になるということですね。ユスナーンとか、ルクセリオの兵士なんかは一度ノックアウトするとこのコンフュ状態になってうっかりポーションとかいてライトニングを回復してくれたりもします。まあ、そういったことですね。 K ウィカーズ、行動中断されやすくなりますと、いうことですが、まあ、キープ値は下がるんですがこちらも、カーズはキープ値は15下がりましたがこちらキープ値25下がります。で L ビダル、行動停止受けるダメージ倍、これはダルと同じですね。普通のダルと同じ行動停止して受けるダメージ倍ですが、まあ、ダメージを受けるとそのこのウィダル状態もちゃんと解除されます。 M ウィペイン、物理攻撃ができなくなります。これも普通のペインと同じです。 N ウィフォーグ、魔法攻撃ができなくなります。これも普通のフォーグと同じです。この、ノックアウトした時限定で発生するこのステータス異常なんですが、例えばウィプロテ物理耐性低下するんですが、このウィプロテ状態の敵にもしデプロテかけられるとこれどうなるかと言いますとさらにダメージが増えることになっております。このウィプロテは物理耐性 50% 下がるんですが、それでデプロテは物理耐性 33% 低下、まあ、デプロテとウィプロテ同時に発生していると
それらプラスされて合計で物理耐性 83% 下がるということになっています。ウィセルも同じで、このウィカーズも同じです。普通のカーズだとキーブチ15下がり、このウィカーズはキーブチ25下がる。だからカーズとウィカーズ同値にかかっていると合計でキーブチ40低下ということになっております。これらがかかっていてもうデプロテするの意味ないやとか、まあ、そういったことではないです。ちゃんとデプロテかけるとさらにダメージ増えるので、これはぜひ覚えておいてください。では今回のライトニングリターンズ講座は以上です。5つの魂のかけらを見つけたし、サッツに届けましょう。とりあえずこれ4つ目、ようやくあと1個だ。ではこの先にまた、あ、装備ちょっと戻します。よし、なんかアイテム いっぱいありますね。このオアシス大灯台超あるぞ。おー、もうもらうんじゃないか。トロフィー、トカゲのトロフィー、さすがにもらうでしょ。おー、もらった。またトカゲの天敵来ました。ついにゲットしました。まあどうせ未鑑定の物品とかいっぱいアイテムくれるので、結局トカゲちゃんは買い続けることになりますが、ごめんね。またお前ですか。あ、消えた。残念、消えたな。あ、ここのサイドクエストはですね、これは調べております。これ2周目以降じゃないと無理です。いっぺんこのラストワンを求めるやつなんですね、こいつ。ほんで、ラストダンジョンにしか出てこへんラストワンも倒さないと、これ、クリアできないので、結局2周目じゃないとダメです。まあ一応受けときましょうか。なあ、あんた、そこのあんた、どんなものでも、これ、つけひげだろ、これ。これ、絶対若者だろ、これ、顔。余り物というか残り物とも言えないか。分かっとらんの。どれ一つ私に。体も顔も思いっきり若い。いや、いい。またの機会にな。待て待て、これが最後の機会だと思って傾聴せえ。私は最後研究家ゼニファーだ。最後研究家、妙な肩書きだな。何事にも終わりがあるじゃろ。永久に続くものなどこの世にはない。不老の呪いにかかった我々人間も病や怪我に倒れ、いつかは最後の一人になるじゃろう。その前に世界が滅びなければな。それで私はこの果てのない人生を費やして万物の様々な最後を研究してきた。そして今は魔物の最後を調査しておる。魔物の死に様の研究か。違うわ、そりゃ最後じゃろ。その種族の最後の一匹のことを調べておるんじゃよ。ラストワンのことですね。どういう意味だ。種族の最後の一匹にまでその数を減らし絶滅の崖っぷちに追い詰められた魔物はさてどうなるか。絶滅前の最後の個体だな。最後の一匹となった魔物に種族の力が結集し変化する。その身は怪しい輝きに包まれ、その力は通常の個体とは比べ物にならんほど強い。私はこの現象をラストワンと名付けた。私はこのラストワン全ての情報が欲しい。なんとなく千葉茂雄さんっぽい声が聞こえるけど、まあ、気のせいだな。さすがに出てないでしょ。野望というか妄想だな。こんな脇役に全ての魔物を全滅させるというのか。どうせ世界は終わり、人も魔物も滅ぶのだ。根絶やしにして何が悪い。
あんたは気にせず殺しまくってくれ。何を言っている。魔物の絶滅とラストワンの征伐をお願いすると言っとるんじゃ。あんたは腕も立ちそうじゃし、よろしく頼む。不可能だ。すべての魔物を狩り尽くすなんて、時間が無限にあっても足りない。そうじゃ、かなわぬ夢じゃろうな。この世界を何度もやり直せるなら別じゃが。無理と分かって頼むのか。フラゴ立てやがった。この世は滅ぶんじゃ。やりたいことは遠慮せずに言っちまうことにした。あんたなら何とかしてくれそうな気がしたんでな。まあ2周目は強くてニューゲームで引き継げるんでね。勝手な言い草だな。最後研究家を自称する謎の男ゼニファーにオアシス大灯台の麓で遭遇した。彼は絶滅寸前の魔物の最後の一体ラストワンを専門としているという。ラストワンは死んだ仲間の力が結集した恐るべき個体。ゼニファーはその全ての情報を欲している。あらゆる魔物を絶滅に追い込み、最後の一体ラストワンを狩り尽くせ。まあ受けたところで、うん、まあ2周目じゃないとダメです。こいつはひょっとしたらそれも想定しているのか。そんな予感を感じているのか、こいつは。このライトニングを見て一遍断ったろう。どう考えても無理だ。出来もしない約束はしたくない。そのうちあんたはその気になるじゃろう。私にはわかる。また会おう。これ一遍受けてですね、ラストワンの成果する気になったんじゃろ。まあ2周目にまだすぐ この人すぐ会いに行けば、まだこの会話するイベントが発生せずに、まあすぐになんかコンプリートできるとか、そういう話らしいです。いいだろう、頼まれてやる。できると約束はしないがな。あんたならできる。その目を見ればわかる。達成の報告を待っておるぞ。まあ、要は生まれ変わった時っていうことか。天使のカチューシャ。なんだこれは。 HP 最大値が下がる代わりにガードした時 HP が回復しますか。敵の攻撃をガードした時 HP が 1% 回復します。まあジャストガードでまあ防御したらダメージ無効化することもあるので、まあそういう時くらいか。まあ使えるのはあんまりいらんな、これは。そんな使わんでしょ。さて、このバクティのエナジーが3つあるみたいだ。これはちょっと調べてません。何に使うのか。さっきの砂漠のなんちゃらの鍵とかいうのも。さあ、そしてルミナコレクション。また4つかい。きっちりな。シルバーバレッタ。今 SE。サボテンだな。うん。おーおーおーおおお。ATB 最大値10アップ。いいね、これ。いいね、これ。これつけちゃおう。いろいろ面白いやつあるな。消えたの？また消えたのかよ。強い！とりあえず取るべきもんは全部取ったかな。取りましたね。取った。では、ちょっとまだ調べてないので、
と一旦セーブして、遺跡のことちょっとだけ調べて、まあ、メインクエストを進めようと、まあ、そう思います。石板なんですけど、まあ、まだあったんですよね。ここですね。石板の祠、居住の墓場っていうところ、ここまだ行ってなかったので、まずそこ行きましょう。テレポで飛んでで、盗賊団の情報によると遺跡の入り口、そういえば石板まだ調べなかったや、何使うのか。まあ遺跡を、まあ、下の遺跡を行ってなんか製法を探すんですけど、まあそのそこでまあなんか使うのかな、多分。まあ、そんな神経質に調べんでもええやと思って適当にやってるんですけど、なんか今びっくりマークみたいについてたけど、気のせいか、なんだったな今のは。ファングがあれか、違うか、なんやろ、まあいいや。あ、過ぎたか。一応テンプレ的な装備を、アースイーター専用の、大体決めたんですけど、まあ、結局はもう ATB が問題ですね。これなんとかしたいんだけどな。一応サボテンダー戦とか、サボテンダーで、まあ、ATB 関連の、ATB チャージだったかな、そんなんが手に入るらしいんですけど、持ってないよな。あれ何系だ、防御系かないな。まあ ATB チャージっていう、まあ、使用中無防備になりますけど、その代わり使用中のスタイルの ATB が回復するという、結構ありがたいのがあるんですけどね。それアースイーター専用にあったら結構便利なんですけど、確率は 22.5% か。サボテンダー30体しか出てこないしね。まあ核なる上は何もで、なかなかアイテムドロップせへんかった、この宅発の術っていうのがあるんですけど、まあバトル後に技量入手できない代わりにアイテムを手に入れる確率は上がりますと、まあ、倍に上がるそうです。2倍になるんですけど、まあサボテンダーの入手ギルが5000ギルということで、さすがにこれ使うのはもったいないのでね。まあどうしても ATB チャージとか欲しいんやったら、サボテンダーが出てきて、出てきたのを確認したらセーブして、で倒して ATB チャージ手に入れられなかったらリセットという感じになると思います。そっちの方がまあ効率がいいですね。もうサボテンダー出てきたらもうそうすることにします。これいるかな、ブラッドブレイブ。30秒しか続かないしな。一応つけてみよう。こんだけやるだけでよかったかな、装備の変更。まあ、これでやってみようか。一旦セーブして。いけるか、エクセンド、オッケー。まあ、これエアロラ2回でノックアウトしましたよね、これ。最初はですね、アルティマニアには、ノックアウト発生値、800って書いてるんですね。はっきり言って計算に合わないです。
とエアロラのワンコンボはノックアウト破壊力160になってるんです。で今2コンボでノックアウトしましたよね。160+160、まあ160×2 で320でしょ。でこいつは火事属性当てるとノックアウト破壊力が上がりやすい。で今生徒の旋風だったっけ、なんかそういう感じのやつ、あれもノックアウト破壊力が上がるということで、あれをつけたスタイルだけはノックアウト破壊力は 1.13 倍か 1.13 倍すると、エアロラ1コンボ180、その斧をつけてないやつで160足すと、340で、それかけるで、こいつにこのアースイーダーに風属性当てると 1.3 倍ノックアウト破壊力になるので、それ 1.3 倍かけると443、これでまだ届かないでしょ。それでもノックアウトしてるわけですね。まあ、はっきり言って、800に全く届いてないんですけど、まあ、ちょっと考えたらですね、もし最初のアースイーターのノックアウト破壊力、ノックアウト発生値は500で、で、こいつに火事属性当てた時のノックアウト破壊力、これ 1.3 倍ではなく 1.5 倍だったとするとですよ。それで、こいつに火事属性当てて 1.5 倍上がったとすると510になるんです。で、ノックアウト発生値は最初アースイーターのノックアウト発生値800じゃなくて500だった場合は、この510で、まあ、ノックアウトできるということになるんですよ。多分そういうことではないかと思います。800は絶対ないですね。こいつ。これなんか間違ってると思います。まあ、アルティマニアって結構誤植が多かったりするので、多分この計算が正しいんじゃないかと思います。まあ、嘘っぱちですね。アルティマニア書いてあるのは。でないと、これ、2コンボでノックアウトできる、これ、わけないですかね。アルティマニア見ても、まあ、すべてを鵜呑みにしてはいけないということですよ。まあ、とりあえず、こういうのはやってみないとわからないということで。こんなんでいいのか、アルティマニア。ちょっと待とう。ペインか。旅を終わらせる。旅路を妨げるからだ。今ちょっとぐらいましたけど、まあいいや。まだ素早く気持ちよく勝てる戦術はちょっとこれでは厳しいな。やっぱ ADB チャージとか欲しいな。まあ、とりあえずこんだけちょっと変えるだけで、まあ安定的に倒せるようにはなりましたけど、じゃあ石板取りに行きましょう。